こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの伊藤田です。今日もつかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。ということで、このマニアックなチャンネルを見て PMP 受験をして PMP 合格されてコメント欄に合格しましたよって報告をいただいて、そして PMP 合格者にさらにインタビューさせていただいて PMP 受験の経験をチャンネルにフィードバックいただく PMP 合格の輪が確実に広がって続いていますよね。ありがとうございます。皆さんも PMP 合格したらぜひコメント欄に合格したよって入れてください。みんなでお祝いしましょう。ということでですね、今回も PMP 合格しましたというコメントをいただいてですね、インタビューいいですか OK みたいなね、ご協力をいただきました。ありがとうございます。ぜひですね、皆さんの PMP 受験の何かのお役に立てればということでですね、今回インタビューいただく方もご協力いただいてますので、そして見事 PMP 合格してますんでね、いいねを押してお祝いしましょう。ということでインタビュー GO! チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、見事ですね、今回 PMP に合格されました J さんでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。 J と申します。よろしくお願いいたします。 J さん、今回もあの PMP 合格の輪にご協力いただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、あの受験されたのは何月だったんですかね。はい、受験したのが2024年の3月末頃になります。3月末ぐらい。あの J さんはあの何回目で合格されましたでしょうか。1回目で合格することができました。あ、一発合格ですね。すごいですね。皆さん、あの一発合格の情報でございます。あの差し支えなければですね、 J さんは今どのような関係のお仕事をされているのか概要だけでも教えていただいてもよろしいですかね。はい、今の私の仕事なんですけれども、日本の大手のインフラ企業で今一応経営企画部というところに配属されて仕事をしています。はい、経営企画部でいろいろなプロジェクトに携わられてるってことなんですか。あ、おっしゃる通りですね。あの社内の、まあ、簡単に言うと組織の横断的なプロジェクトについて、まあ、私経営企画部という立場で一応プロジェクトマネージャーという形で、はい、携わっているような形になります。あ、じゃあちょっとその経営企画ということで、例えばまあ全社のプロジェクトを見るプログラムマネージメントとかポートフォリオマネージメントとか、あと上流の PMO みたいな役割も入ってるんですかね。あのおっしゃる通りでして、あの PMP の試験通して、まあ、学んだことなんですけれども、はい、どちらかというと PM というよりは PMO だったり、やっぱりプログラムマネジメントみたいなところもあの少し片足を突っ込みながらちょっと仕事しているというような形かなと思ってます。あ、なるほど。じゃあちょっとね、全社型のプロジェクト管理部門みたいな PMO みたいな役割かもしれないですね。でそういった中で J さんはその PMP を受験しようかなと思ったきっかけとかって何だったんですかね。はい、もともと今の部署に配属される前は、社内のこうスタッフ部門というところではなくて、どちらかというと営業組織に近いところにいたんですけれども、はい、まあ、初めてこういった社内のプロジェクトを回すという仕事になった時に、まあ、かなり仕事自体もタフで、まあ、当時の上司からもかなり非常に熱いご指導をいただいて、はい、ちょっと悔しかったというのがあって、しっかり自分の中にスキルを体系立てて身につけたいなということを、まあ、課題に感じて PMP の学習を始めたというところが経緯になります。なるほど。やっぱり資格だとね、それを取ったら第三者から認証されるっていうのもあって、やりがいもありますよね、資格取るのね。おっしゃる通りですね。スキルもしっかり身につけたいですし、自信を持ってこの資格を持ってるんだというふうになりたいなと思ったのが、きっかけというかモチベーションになります。ありがとうございます。多分ね、この視聴者の皆さんも多くはですね、スキルアップとかつそれを証明するための資格というね、この両方で受験されている方多いと思いますけれども、J さんはそのインフラ系ということで、日々やられてるプロジェクトっていうのはいわゆる予測型ウォーターフォール型が多いのか、適用型アジャイル型が多いのか、どちらなんですかね。最近の傾向なんですけれども、まあ、ほぼアジャイル寄りのハイブリッドが多いのかなというふうに思います。あ、なるほど。それっていろいろこうインフラといってもこうソフトウェアとか IT の件とかも多いんですかね。そうですね、私の携わっているプロジェクトの中にそういった要素も入ってくるという形ですね。なるほどですね、ありがとうございます。じゃあそんな中でアジャイルの経験が多い J さんなんですけれども、ズバリこう一発合格のために J さんがですね PMP 合格に向けた勉強方法
これを独自で開発された、もしくは考えながらやられたと思うんですけれども、どの順番でどういうふうにお勉強されましたかね。はい、大きくですね3つのステップがあったかなというふうに思っていて、はい、まずそのステップとしては、ウォーターフォールを参考書で学びました。はい、でその次にひたすら問題集ですね、これを繰り返しやって、で最後にアジャイル実務ガイドを読むというような3ステップでやったような形です。おお、なるほど、これも新しいですね、面白いですね。まずPNP 受験のための35時間公式研修から、まずは参考書を読んで、はい、ウォーターフォールを学んだってことなんですね。はい、はい、じゃあピンボックではなくて、こう巷に出ている参考書だったんですね。まあ、ちょっとこれも理由があってですね、はい、ピンボック第7版ですとかアジャリズガイドの存在は知っていたんですけれども、はい、もし見てみたときかなり文字が多いのとボリュームが多いと、確かにこれ途中でこれから読み始めると挫折するなというふうに思ったので、しっかり参考書でまずは要点を学ぶというところをまず重点的に置いて、まあ、とにかく挫折しないということをまず念頭に置いて活動したため、まずは参考書という形になってます。ね、これ皆さん視聴者の皆さんですね、これいいポイントなんですよ。マインドバリアをね、自分が感じたときはちょっとそれ取り払うためにちょっと違うアプローチでやってみようかなみたいな、重要ですよね。そうですね、私はまず挫折をしないとやりきるんだということがまず第一かなというふうに思ったので、はい、その通りかなと思います。じゃあそれで、参考書でウォーターフォールの要点を学んで、でその後に、はい、これどういう問題が出るんだろうということで模擬試験問題をやってみたってことなんですね。そうですね、サンドイッチのやり方っていうのがあったと思うんですけれども、動画をご覧いただいたんですね。はい、実際のやっぱり問題を実際に近い問題を解かないと意味がないっていうのをお聞きしていたので、まあ、一番時間かけた問題集です、これをひたすらやってました。ちなみに J さん、一番最初に問題集を見たときに、はい、その出題方法とか今シナリオ問題じゃないですか、はい、あれを最初に見た時の感想っていうか、なんか衝撃というか、なんかどういう感情を持たれましたかね。2つまず感情を抱きまして、はい、1つがやっぱり参考書をやるだけだと絶対ダメだなと、もうシナリオ問題なので、うん、とにかく慣れる必要があるというふうに思ったのが1つと、うん、あと日本語が分かりづらいんですね。もともと英語の問題をこう英語のニュアンスですとかそういったものを頑張って日本語に直して問題にしてくださってるので、うん、こうしっくりくる日本語じゃないなっていうのはすごく難しい、そこも一つ難しいなというところを思ったところでした。はい、ちなみに模擬試験問題集はそれオンラインのものだったんですか、本みたいなものだったんですか。オンラインのものになります。オンラインのものですね。ちなみに本番の、試験でも日本語ってまだ変でした？オンラインの模擬試験の方が変でした。あ、なるほどなるほど。まだ試験の方がマシだったかなっていう感じですね。あ、なるほど。じゃあ本番試験は良くなってるってことなんですね。良くはなってると思います。で模擬試験を学んでお得意のアジャイルをやったってことなんですけど、アジャイル実務ガイドで、学んだってことなんですね。ですね、どちらかというと問題集で分からなかったところをアジャイル実務ガイドで、まあ、復習してみるというような形で使ってましたね。あ、なるほど。じゃあ問題集模擬試験をやって分かんないところを PMI の教材で見て学んだっていう感じなんですね。はい、そういう貴重なご経験をされた中でですね、合格した J さんが今振り返ってですね、はい、この勉強方法は良かったなとか、はい、もしくはこれをやっといたらもっと効率的だったんじゃないかなっていうのはあります？まずやってて良かったっていうところと、こういうやり方すると効率的なんじゃないかと観点で2つありまして、はい、1つはまず参考書を読むにしても問題集をやるにしても分からない単語って絶対出てくると思うんですよ。はい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 、でこれをまずなくすために絶対に自分用の用語辞書みたいなものを作って、はいはい、毎日隙間時間に読んでまず分からない単語をなくした方がいいと思います。なるほど。はい、でもう一つが、先ほど、模試がウェブなのか紙なのかというご質問あったと思うんですけれども、ウェブの模試でかつ定期的にちゃんと更新されているもの、はい、これをひたすらやり込むというのが2つ目大事なことから、この2つをまずやり込むことが一番効率的に合格するためのポイントなのかなというふうに振り返っています。ありがとうございます。J さんは1日何時間ぐらいお勉強されたんですかね。多い日は3時間で、まあ、はい、なかなか難しいなっていう日は最低30分はやるようにはしてました。なるほど。で、期間はどのぐらいお勉強されたんですか？
約2ヶ月間ですね。ああやっぱりそうなんだ。2、3ヶ月で1日あたり 2,3 時間を勉強される方が結構多いんですよね。まあ、そういうパターンですよね、はい、多分ね。そうですね、かなりまあまあやった方かなというふうに思いますね。はい、で、まあ、その期間で、集中されてやってこういう勉強しておけばよかったみたいなことってあります？まあ、一番合格するということを目的にするのであれば、やはり模試をひたすらやる。私の場合は7週ぐらいやりまして、うん、絶対もう 95% 以上、もう回答を覚えるぐらいまでやりましたね。なるほど。じゃあ、非常にこう、問題数が多い、模試をひたすらやりまくったっていう感じなんですね。はい。おっしゃる通りですね。ありがとうございます。ちなみに昨日実はPNP 合格者インタビュー他の方 やらせていただいていて、その方がおっしゃってたんですけど、はい、試験会場に入った瞬間にすごく緊張したっていう方がいらっしゃってですね、はい、でも模擬試験でタイマー式のこうなんか模擬試験があって、タイマーがついてるもので、はい、で時間をこう1問あたりの時間を、ちゃんとマネジメントしながら模試をやってたので、まあ、すぐに緊張が解けましたみたいなことを言われてたんですけど、はい、J さんは今回家で受験されました、それとも試験会場で受験されました？会場で受験しました。あ、 J さんは緊張されました？いえ、全くしなかったですね。あ、そうですか、それは良かったですね。その模擬試験っていうのは、タイマーとかついてました？はい、タイマーついてました。あ、じゃあ時間管理しながらそこもやりながらお勉強されたって感じなんですかね。そうですね、時間も見ながらで絶対時間は間に合うだろうなって自信があったので、はいはい、しっかり模試で対策をすればそこの不安というのは取り除けるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。で、Jさんはね、コメントで伊藤田の動画を、まあ、ご覧いただいたということなんですけども、どういった動画がお役に立てましたかね？あ、これもですね2つあって、はい、1つがまず合格者の体験談、これ間違いないと思います、うん、っていうのもPMP ってご存知の通り過去問だとかがあまり公開されてないんですけど、はい、やっぱり出題傾向も変わったりとかそういった情報収集をしないと非常に非効率的なので、まず合格者の体験談でどういう問題が出るかっていうのは絶対に収集した方がいいかなと思います。でもう一つが伊藤田さんが分かりやすく解説してくださってる用語ですね。 ありましたね、用語集ね。これは、はい、絶対にやった方がいいかなと思っていて、はい、用語ですとか、あとアジャイルってそもそもどういったものなのか、はい、3つの役割、5つのイベント3つの作成物とかあったと思うんですけれども、はい、そういったものでまず概念を正しく理解するっていうことに非常に役立ちさせていただいたかなと思います。 ありがとうございます。一番最初の PMP 合格者インタビューが役に立ったということで、J さんの前のね、ご協力だいただいた皆さんも見ていると思うんですけど、本当に多分喜んでいらっしゃると思いますね。あと用語集とかですね、そのアジャイルの動画は動画概要欄に貼っときますので、ぜひ皆さんもご覧いただきたいんですけども、やっぱりね、用語集、用語分かりづらいですよね、専門用語でね。分かりづらいですね、本当に。あれ、だからあれなんでしょうね、その模擬試験を解いて、分かんなかった用語をさっきJ さんが言われた自分の用語ノートみたいに入れていく時間が、1日だと、まあ、2時間3時間の勉強になっちゃうってことですよね、多分ね。あ、おっしゃる通りです。で、そうですね、補足すると、それでかつ分からないものについては伊藤田さんの動画だとかを見てしっかり自分の中でこういうものなんだと理解するように努めてましたね、うん、ありがとうございます。Jさんがですね、その3月の後半あたりに受験された時にいろいろこう先ほど言われたように PMP の試験問題もどん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 アップデートされているというふうに聞いていますけれども、こういろんな系統の問題が、まあ、もちろん出題されると思うんですが、まあ、ECO の中でもですね、こういった傾向の問題が出るよみたいなこと言われていると思うんですけど、はい、こういった系統傾向の試験問題は準備しといた方がいいよみたいなのってありますか？はい、まず系統からなんですけれども、はい、系統はまずこういうケースに対してあなたは PM としてどうしますかという問われる問題がもうほぼほぼです、はい、で計算問題ですね、アンドバリューマネジメントの意味だとかが分かれば解ける問題は数問あるんですけれども、はい、計算自体をしなさいと言われる問題はなかったです、はい、であと空欄穴埋めですね、はい、この語句の意味は、右側の説明のどれに該当するか埋めなさいみたいなものがあるんですけど、これが確か3問から4問ぐらい
で、それ以外はもうこのケースに対してどうしますかって問題がほとんどだというふうに思っていただければと思います。で、あの内容としてはプロジェクト途中での変更管理ですとか、コンフリートマネジメントですとか、チームの育成、あとあの自分が PM のサーバントリーダーシップとして何をすべきかっていうところを選びなさいというところが、あの問題の傾向だったかなと思ってます。で、問題の傾向なんですけど、傾向としてはほぼアジャイルです。はい、あのウォーターフォールという言葉は設問の中には出てくるんですけども、あのウォーターフォールなんだがこれからハイブリッドに移行を検討していこうとしているですとか、はい、移行するためにどうしたらいいかというような問われ方をしているので、ウォーターフォールそのものというよりはあのウォーターフォールから移行していくっていう問題が全てでした。あ、なるほど、はい、今あの私そのお話聞いててちょっとびっくりしたんですけど、あのちょっと前の動画でですね、ECO から見るとこういうような問題が出題しやすいされやすいんじゃないかなっていうような動画出したんですよ。あの、はい、それがまさにウォーターフォールからアジャイルに移行されるということで、はい、何に気をつけた方がいいかみたいなね、そういうような問題が出るんじゃないかみたいな動画出したんですけど、はい、まあ、やっぱそういうのは出るんですよね。あ、出ますね、出ますね、はい、あとあの印象的だったのはやっぱ J さんの心に残ってるのが ECO の中のピープルのドメインのあたりですね。そのサーバントリーダーシップとかコンフリクトとか、はい、ね、そういったところなんでしょうね、はいはい、なるほど、これはとってもいい情報ですね。ただやっぱりお伺いしてると ECO に準拠していてそんなに突拍子もなく変な問題は出なかったってことなんですよね、多分ね。は一問もなかったかなというふうに思いますね、はい、なるほど。でほとんどがシナリオ問題で4択の中からあなただったらどうする、 PM だったらどうするみたいな PMI ズムを、まあ、加味して回答させるものが多かったってことですよね。はい、おっしゃる通りですね。うん、なるほど。ちなみに J さんはその PMI イズムはどっからこう習得されました？まず模試をやったというのと、あと、ちょっと待ってください、倫理規定ですね。はい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 、倫理規定も、しっかり読みました。で、はい、その上で問題集をやって、まあ、倫理規定も 3,4 回読みましたかね、うん、そういったところから学べたかなと思ってます。はい、で、あの J さんは過去の、ね、合格者インタビューとても役に立ったとおっしゃっていただいたんですけれども、なんかこういったところを突っ込んで聞いといてくれたらいいのにみたいな、なんかそういうのってありました？ですね、これちょっとマニアックかもしれないんですけれども、はい、PMP 申し込んだ時に、はい、稀にこう審査が入る場合があるんですよね。あ、監査みたいなやつですよね。あ、そうです、はいはいはい、で私それ監査が入ってしまって、はいはいはい、で結構対応に苦慮したというか戸惑ってしまったので、はい、非常にマニアックなんですけど、その監査が入ってしまった時にどういった対応したらいいかっていうところを教えていただけると役に立つかなと思いました。まあ、私ちょっとあのいろんな方から巡り巡って聞いてるのは、監査に対象になったらメールで、オーディットの対象になりましたみたいなのが届くんですよね。あ、ですです、はい、はい、そうですね。でこれとこれとこれを、情報を揃えて、送ってくださいみたいになるんですよね、多分ね。あ、そうですね、はい。で昔、まあ、私があの PMP 受験した時、ピンボック第3版とか 4版とかのもう本当に超昔だったんですけど、あのアメリカにね、私も監査実はあの対象になってアメリカに郵送した覚えがあるんですけど。おお、大変でしたね。今は確かに郵送じゃないですよね、多分ね。郵送じゃないですね。私の場合、大学卒業の証明書から、そう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 、大学の卒業証書みたいなものを実家から取り出してもらって、それを添付して送るですとか、はいはいはい、あと、あれがありましたね、プロジェクトを本当にやりましたかと、あの、第三者の証明をしなさいと、だから第三者の方にメールを送っていただくみたいな。はいはいはい、なんかそういった手続きもありました。ああ、なるほど。あ、で、あれですよね。J さん、ATP の35時間講師研修受けられてなかったんですよね。ですね。その他ですよね。はい。ああ、なるほど。じゃあ、その証明も35時間本当にやったか証明も送らないといけないですよね。そうして。あ、そうです、そうです。送ります。35時間の証明も送ります。なるほどね。まあ、そういうのがね、ちょっとややこしいですけど、でも今聞いた感じだと、私がだいぶ昔にやった対応と全く同じですね。なるほど、なるほど。いや、なんかあの久々に私それで大学行きましたもん。あ、わざわざ行かれたんですか、それで証明書取るために。うん、だってあの昔はインターネットとかもほとんどほとんどそういうのがなかったんで、来てくださいって話になっちゃって
大学行って、あ、懐かしいなキャンパスみたいな。それでそれをもういろいろね、証明書とか本当にプロジェクトやりましたかってサインもらって、もあの元上司にですね、はい、で郵送したっていうことなんですけど、でもねこれ今お話しした情報だけでも本当にこれから受験される方で、関西ね引っかかっちゃった場合は、あ、なるほどこういう流れなんだっていうのが大体分かっていただけたと思うんですよね。ありがとうございます、うん、大変でしたね。そうですね、ちょっと当たってしまった場合には大変なんですけど、頑張って乗り越えていただきたいなという感じです。どのぐらい監査 OK になるまで待ちました？監査はですね早かったですよ。1日2日で結果は返ってきました。で1回ダメだったんですけど、はい、2回目の監査でなんとか通ったっていう感じでした。なるほど、やっぱりね DX の時代ですね。昔はね私2ヶ月待たされましたね。あ、昔と比べると、まあ、ウェブで完結するっていうのも含めてまだマシなのかもしれないですね。そうですね、まあ、私があの情報収集している時間もねそれで含まれてますけど、まあ、いずれにしても、でもそんな情報収集するのはめんどくさいけど申請したら結構早いってことですね。そうですね、申請すれば割と早く対応していただけますね。わかりました。じゃあ J さんですね、今回はあの非常にあの貴重な情報ありがとうございました。あの視聴者の皆さんもですね、J さんに PMP 合格おめでとうございますということで、あのいいねボタンをねどんどん押してください。はい、では J さんこの度は合格おめでとうございました。ありがとうございました。J さんありがとうございました。